です。よしみです。今回はですね、たまごとじをちょっとやっていきたいと思います。今、ですね、ホタルイカと、白エビがあったので、そちらと、旬の野菜ですね。今は、そうですね、セリと、ちょっとウルイがありますので、そちらでたまごとじをやっていきたいと思います。今回の合わせ地なんですけども、他のたまごとじにも、いろいろと応用できますので、例えばですね、白魚の卵とじとか、アナゴとかウナギの卵とじとかにも、同じ感じでできるので、ぜひ、試してみてください。では早速、やっていきたいと思います。よろしくです。はい、ではこちらホタルイカですね。でこちら白エビですね。こちら、旬の野菜ですね。今回はセリと、ウルイになります。こちらの、今日は、卵とじをやっていきたいと思います。今回はですね、こういう一人前の土鍋で、仕込んでいきたいと思います。調味料の割合が、だしが9、醤油が1、みりんが 1.5 の割合で合わせてあります。今回はこちらの釜がちょっと小さいので 90cc で合わせてあります。じゃあそちら合わせたやつを、入れていきます。今回は小鍋なので、こちらのコンロでやっていきたいと思います。セリとウルイも、適当な大きさに、ちょっと切っていきます。はい、そしたらですね、こちらホタルイカですね。ホタルイカは、目玉と、口を全部、掃除してあります。取ってあります。そしたらですね、こちら出汁が沸いてきましたので、先ほどの、ウルイとセリを入れてきます。はい、こちら白エビですね。はい、そしたら、沸騰してきたので、こちら卵ですね。卵を入れていきます。はい、蓋を閉じていきます。あと上にちょっとセリの青みですね、青みをのせて、こちらで完成になります。